三千五百九十二テープカートリッジ IBM 三千五百九十二は IBM によって開発されているテープドライブ及び磁気テープ製品である。二千十九年現在最新ドライブは t s 千百六十である。最大二十 t b を転送速度四百メガバイト秒で保存することができる。オープンフォーマットであるリニアテープをオープンと比較して三千五百九十二は IBM 独自のフォーマットであり、エンタープライズ製品と位置づけられる。最初の世代のドライブは、IBM のプロダクトナンバー3592であり、ジャガーというニックネームで発売された。次の世代のドライブは TS1120 であり、同様にジャガーというニックネームである。メディアの低廉性、高い信頼性、シーケンシャルアクセス時の高速性から、 3592テープドライブは今なお高い需要がある。テープフォーマットは、全身の3590及び3480と同様であり、テープ幅は1、2インチ、カートリッジは 4X5X1 インチである。カートリッジはシングルリールであり、巻き取りリールはテープドライブに実装されている。過去のテープ資産を有効に活用できるようにするため、 カートリッジは少なくとも3世代のドライブにわたって記録・再生が可能である。すでに所持している古い世代のカートリッジを新世代のドライブで再利用するとより高い容量で利用できるようになる特徴がある。具体的な容量の組み合わせはカートリッジを参照。主な技術的な特徴としてリニアテープオープンと同様に圧縮、ワーム、暗号化、パーティショニング機能がある。 TS1140 以降は LTFS もサポートしている。また TS1155 ではファイバーチャネルに加えてイーサーネットもラインナップされた。アイスキシーとドマ、オーバーイーサーネットをサポート。例えば JC を TS1140 で利用した場合、カートリッジ容量は 4TB である。その一方で、 JC をより新しい世代のドライブである TS1150 で利用するとカートリッジ容量は 7TB まで増加する。カートリッジのリユースで記録容量が上昇しているがこれはドライブの性能向上により記録密度が上昇したことに起因する。JC と TS1150 の組み合わせでは 7TB であるが JD を利用することで容量は 10TB まで上昇する。これは 媒体の性能向上に起因する。ありがとうございます。